はい、皆さんこんにちは。みなです。タカです。エイティブログです。今日はノイシュワンシュタイン城です。後ろに映ってるのがホーンシュワンガオというお城なんだけど、前回の動画で紹介できなかったね。そうだよ。中撮れなかったので、今日は一日パパとママも一緒にデイトリップしてます。今ちょっとごめん、ネイチャーだよ、ネイチャー。めっちゃ虫いる。安心してくださいよ。大丈夫だよ。はい。朝はマークチュワーブのベーカリーでたくさんのスイーツを買いましたよ。おお、何これ？タカが絶対に好きじゃないよ。ラバーバーラバーバーこれ。まだノイシュバンシュタインのツアーまで時間があるので、ちょっと腹ごしらえします。日本の菓子パンとほとんど同じ。甘い、柔らかい。ママのやつ美味しそうじゃない？クロワッサン。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 It's French. French クロワッサン。Yes. In Japanese, クロワッサン。クロワッサン。Oh, good.クロワッサン。これまっすぐだったよ。ちょっと香りか。うん。ママのクロワッサンがボロボロに落ちない。皆さん見てください、この景色。やばいでしょ、この景色。下の方にビアガーデンあるから行ってみようか。あっちに見えるよ。ノイシュワンシュタイン城。これぐらい、これ。今からあそこに向かっていきます。綺麗よね、あそこのストリート。奥ちなみに湖になってる。そう、これもある。あそこの降りてきました。ちなみにさっきいたお城がね、あそこ上にある。バーンガオ、ドイツっぽい帽子。あどう？めっちゃめっちゃ笑われてます。ニヒトグーチ。そうくらい。そう、ドイツ人頭がちっちゃいからさ、日本人の頭に合わないんだよね。見えますか皆さん？ん？これビアガーテン。そうそう、ビアホールですね。でもまずは多分湖に歩くよ。え？出発やがん。ママは本当にね、出発やがんが好きだよ。ちなみに出発やがんっていうのはドイツ語で散歩。散歩。ママは散歩が好きすぎてもう手に負えないよ。多分このドイツシリーズで何かのドイツ語を勉強するなら出発やがんですよ。散歩、出発やがん。皆さんも覚えてください。ママの大好きな出発やが。ドイツの言葉だけじゃなくてドイツの文化だよ。さっき上から見えてた湖がここ。うわ、めっちゃ綺麗。カメラじゃ見えないと思うけど、うん、めっちゃ透明。エンテがいる、エンテ。ダック。泳いできた、かわいい。見て。あ、餌くれると思ってるのかな。ごめん、何も持ってない。うお、めっちゃ近く飛んでくね。馬車もある。めっちゃいい感じ。これで多分ノイシュバンシュタインまで上がれると思う。ではビアガーデンに行きましょうか。ビアガーデン、はいはい。皆さん見てください、これが昔のなんかね、農家のお家なんだって。ね、ということでやってきました。ビアガーデン。ここ、ビア。ヘアツリヒビルコメ。ベリー、ウェルカム。オーケー、ハロー。ハロビアドリンク。ケンノ、ヒア。こっちの、あの、クーニック・ルヴィック・ジュンケル。ケンノ。キングの黒ビール。そうです。あ、バイスビアもあるじゃん。もちろん。だからクーニック、ルービック、バイスビアとドゥンケルがあるね。うん、そうそう。どっちでしょう。 This is standard beer、uh-huh. dark、mm-hmm. This is Weiss beer、mm-hmm. I don't know whether it's dark or not. Probably not. Which one do you think the better? I know this one, that's okay. Okay, so I'm gonna go with Dunkel. Okay, ちょっとこれもあの4人で食べるようにちょっと注文する。Nice. Of a special Bavarian or yes. Austria. Oh, いいね。Yeah. Und ich glaube, ich nehme ein dunkles Radler. Yeah, das ist gut. Was machst du jetzt? Meine Damen und Herren. Ja, wir haben schon bestellt. Ich bin stolz auf euch. Ich trinke überall mit. Sie zahlen dann. Aber dunkles Bier... Helles Radler. Ja, danke schön. Hast du schon bestellt? Prost. 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 Prost.
auf euch. Prost. Eigentlich müsst ihr einmal absetzen und dann. お、めっちゃライトな黒ビールかな。スモーキーとかそんな感じは全くなくて、色は黒ビールだけどすごい。Do you want to try? Yes. 日本のビールに近い。Very light で。俺の好きな黒ビールではないかな。え、タカがこの方が好きだと。うん。もっと濃いやつの方が好き。Can I try? Yeah, yeah. I need this. Oh, うまい。Good? これうまい。こっちの方が。Oh, my God. Let's mine. Schön. Danke. Oh, 何これ。ちょっと取りますか。いや、これはカイザーシュマンというふざけてる天皇みたいな。意味が日本語訳すると。そうだよ。すごいね。甘そう。で、これ普通になんかパンケーキ生地と似てる。それにあのパウダーシュガーで、あー、バニラアイス、うん、でこれがあのリンゴのなんかマッシュ、あー、アップルマッシュ、そうそう、で食べる、うん、美味しそう、美味しい、いただきます、いただきます、めっちゃ美味しそうね、シマッシュレカ、シャゴッド、めっちゃレカ、うん、ツヤ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 、グッチ、 I make it also. Oh, you can make it? Yes. Mm. Can you make it? 簡単だよ。あ、美味しいわ。これを作るのがめんどくさいよ。あ、これマッシュ。本当はあのドイツだとスーパーで売ってる、そのままで。あ、マッシュのアップル？これね、あれ、ホットケーキのちょっと水分を多めにしたホットケーキみたいな感じ。で、これが超甘い。アップルの。でもリンゴの。うん。ちょっと酸味もあるから、バランスがいいね。甘さと酸味の。ね、もう一回言って、名前。カイザーシュマーン。ドイツに来た方はぜひ、デザートで食べてみてください。うまい。馬のうんちを拾うやつだ。初めて見た。馬車が走ってるから、これでうんこ掃除してるの。面白。ホイシュマンシュタインがめっちゃ近くに見えるところまで上がってきましたね。そうだよ、疲れたよ。今下からずっと歩いてきてるから20分ぐらい歩いてきてます。あそこに見える後ろ、おすごい、めっちゃ綺麗。まあ歩くのに自信がない人はね、バスを使いましょう。馬車もあるよ。そう、馬車もありますよ。おお、 We made it。 到着しました。うわ、綺麗。写真と動画ダメってまた書いてあるよ。え、本当だ。写真と動画がダメですよって書いてある。お、ここがフォトスポットになってんだね。そうだよ、すごい。うわ、すごい、なんか音が聞こえる。おお、滝がある。滝があって、こっちがこちらです、ノイシュワンシュタイン城。まあ、天気があんまり良くないから、グレーにグレーだから。これさ、もし晴れてたら本当に綺麗だろうね、青空だったら。ちなみにあそこの方まだ雪残ってる、奥。そうだね。もう5月なのに。5月入りました。寒いからね。自分の休みの時にここに来れるのがいいかも。確かにミュンヘンに住んでたら2時間でここ来れますので。ということで、この後ツアーに参加して、なんかね、途中ダメらしいので、ちょっと残念ですけど、見てください。16時25分のツアーに参加します。白い壁なんだね、ほとんど。さっきは黄色い壁だったけど、こっちは白い壁なんだね。そうだよ、こう見ると綺麗だね、やっぱ。あっちの塔が超綺麗だね。入り口までやってきました。入り口の方は赤レンガなんだね。またこっちは違うんだね。そうだね、こっちはこっちでまたいい景色だね。天気全然違うね。ちなみにさ、ノイシュバンシュタインがまあすごく綺麗なの分かるけど、こっちの景色もめっちゃ綺麗だよ。大自然。あそことかアルプスの少女ハイジが住んでそうでね。入ってきました。うお、すごい。だからここはまだ写真とか動画撮っていい。ここ綺麗だね。すごいね、入り口の景色。おお、そうだよ。
バーン。印象的だね、これ。そうそうそう。ドーンって感じ。あ、あそこのブリッジだね。そう、このブリッジからその有名な景色が撮ることができるけど、今は工事中で閉まってます。あそこね、これ。ここから写真撮ると、このノイシュバンシュタインがめちゃめちゃ綺麗、あのハガキでよく見る写真だよね。そう。さっきのあの入り口がこっち。で、ここからこう上がってきて。はい、はい。シャーン。こっちもすごいし。こっちの門もすごいね。ゲートがオープンしました。はい。みんな一斉に入ろうとしてます。ドンキー、グッズ。おお。おお、わお。めっちゃ綺麗。お。雨降ってるけど。雨降ってるけど。でも晴れてるね。そうだね。珍しい天気だね。ドイツの天気だね。あの奥にもう一個のお城が見えるね。そう。で、その町、町というか村でビアガーデンに行ったり、あとこの下に駐車場があるよ。だからそこからずっと上がってきたのこの山を。そうだよ。でまた今から降りなきゃいけないよ。さっきの湖あそこだね。あれめっちゃ綺麗だね。こっちも綺麗だよ、こっちの平野。ああそうだね、本当に綺麗だね。めっちゃ綺麗だわ。みんなお金そっちに置いてる。本当だ。投げてそこに乗ったら運がいいってことよね。ああやる。いいよ。ちなみにドイツのお金ってあんま皆さん見たことないんじゃない？これ10セント。だけ手にします。それも10セント Yes。 ちっちゃいね、なんか日本の10円より一回りちっちゃい。はい、10セント OK、はい、どうぞ。はい、さよなら。はい、さよなら。俺こういうのめちゃめちゃうまいからね。私もいくよ。はい、はい。テレ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 。なんかいいこと、なんかいいこと起きるかもしれない。今日いいこと起きますように。今から雨が止めばもういいことだよ。これ今晴れてるからそれがいいことだよ。ね、模型が置かれる。すごいね、これが。めっちゃ可愛いよ。最初の入り口ここだね。ここから入ってさっきここにいて、そこからツアーがスタートして入ってって、ブワーって行って、ここからの景色がさっきのすごい自然の景色。だからディズニーランドのシンデレラ城のモデル。アウスガン出口です。もうここから戻れないよ。アウスガン出口。おお、雨が止んだ。さっき俺がコインをあそこに乗せたから。あれ男だね。雨止みましたね。晴れたじゃん、しかも。出ました。後ろにまだめちゃめちゃ、ね、お城が見えてきます。ノイシュバンシュタイン城が見えてますが、ちなみにいくつかの日本人にしておくべき情報があります、うん、駐車場は街の中にあります。ここに歩くか20分30分ぐらい。バスもあるし、馬車もあります。余裕を持って街に来てください。オーディオガイドは日本語であります。そう、あのオーディオガイドツアーが予約できます。予約は必ず前をもってネットで予約してください、はい、もし旅行で来るんだったら日本出発する時点で予約しといた方がいいです。 Yes。 前日にとかもう予約取れないと思います。はい、私の情報は以上になります。この動画も以上になります。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。